さあ、ではそろそろ今日のテーマ募集しましょうか。平田さんどうします？メールテーマ。まあ今日はもう決まってますよ。あ、決まってるんですか？うん。まあ時期的に言ったらね、まあハロウィンですけど、まああえてやっぱり僕ら何やりますか？ハロウィンをやりまーす！ド直球ハッピーハロウィン！あっ、シュリッ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 ガッツリーガッツリー DJ K！はい、はい、今日はもうアイドルの番組なのではないかと思うほど、あら、ハロウィンと真っ向勝負で、なるほど、ハロウィンとまっすぐに取り組みたいと思います。なるほど。もうね、ハロウィンやってるやつを、うん、その俯瞰でちょっと小バカにする感じ、うん、あれも俺らから卒業しなきゃなって思ってます。ちょっとやりがちですよね、僕は。あのね、残念なメールが一枚届いてます。残念なメール。ラジオネームポコピン、うん、今ツイッターを確認したら、うん、フォロワーの一人がハロウィンパーティーナウとか言って、うん、画像を大量にアップしてやがりました、うん、これから僕はそいつをブロックしようと思います、うん、やめよこういう感じいいじゃん、うん、エンジョイハロウィンだから割とこういうのそうだよなっていう感じ。いやいや、もう今日のテーマは、はい、ハロウィン、はい、エンドジョイ楽しんじゃうと、ジョイの精神でやっていこうと、がっぷり四つでね、うん、もうだってそもそもね、そのハロウィンっていうのも日本にこうね浸透し始めて、うんうん、経済効果バレンタインデーに迫る勢いだと。マジでもうそれぐらい盛り上がったんですよ。すごい根付いてきてんね。だから俺らも悪い癖ありますから、うん、そのワンピース読んでませんとかそういうのやめよ。そうだね、そういうのはもうアスワンに任せようと我々もう一歩先行きましょうと、あえてね、あえてそのまんまやるっていうね、うん、うなるほど。まあ、ちなみにこちらのハロウィンなんですけども、うん、これ期限とかわかんない人もいるでしょ、きっと知らずにね、なんとなく流れでやってる人、うん、これ期限はですね、ケルト人、うん、ケルト人の秋の収穫感謝祭で復活した悪霊を追い払うための祭りだと、うん、いうのが有力な説らしいんですよね。なるほど。でこれあの、まあ、仮装してるのは、うん、その悪霊から身を隠すためと、だからみんなお化けの格好をして、うん、もう仲間に見せてね、自分の身を守るということで、うんうん、だから今日は、うん、その悪霊から身を隠すために、うん、まあイフリート、ケルベロス、まあさまざまな神話的なことはやりません。神話系やんないっすか。やりません、そういうことじゃない。悪霊から神話に流れる流れとかもういいないっすね、その、うん、あの独特の流れ。さっき言ったじゃん、うん、合言葉はジョイ楽しもうぜ。ああ、なるほど。イフリートが何かを焼き尽くすとかそういうのいいからもう今日は、はい、だからもう全力でまっすぐ何の恥ずかしげもなく、うん、もうどいたらろうって言われるぐらいに、うん、ハロウィンを楽しんじゃいましょうという。なるほど、うん、まあ、僕も何やるのか知らないふり聞いてましたけど、はいはい、もうがっつり僕ら実は仮装しております。ノッティービーの、ね、登録してる方だけが楽しめる僕らのこの仮装、ね、見てほしいな、ね、酒井はそれは何の仮装なの？僕ストリートファイター2のエドモンド・ホンダ。いいねいいですか。ちょっとね、僕も完成度高いなと思って。それ何、ちゃんと、ごめん、ちょっとあの、うん、この何ハゲ面みたいなやつをちゃんと買ってんじゃん。あのちょんまげを一応、はい。どこで買ってきたの？これは100均。あ、売ってんだ、そういうの。売ってんすよ、これ。あ、ちょうどハロウィンだしな。そうそう。いや、うん、まあそうかもしれない。顔もちゃんと描いてな。そう、一応メイクもして。もういいよ、いいよ、全然いいよ。平子さんもそれ何なんですかね。俺のこれはね、うん、まあ分かる人分かる感じなのかな。ちょっと分かんねえんだよな、それ。最近ね、うん、レディーガガっていろんな格好するじゃん。はいはいはい。レディーガガ最近、うん、なんかね、チキンナゲットの格好してんの、うん、チキンナゲットよ、もうこう顔もこれ、うん、それ、うん、いや、今ね、今分かんないと思いますけど、紙袋をね、かぶってるだけですよね、うん、今。いやいや、無印で、お前この紙袋、今紙袋ないじゃん、昔ってさ、うん、コンビニとかでも紙袋だったけど、今ないじゃん、なかなか。まあ、まあ、ないですね。お前、この無印のこの紙袋もらうためにわざわざ3900円のニット買ってんだぞ、それ100均で売ってますよ、紙袋。あ、そっかそっか、売ってます売ってます。ちょっとごめん、これ鼻のとここもるから破けるちょっと
やっぱ花出さねときついわスタッフは ねみんなこれなんだあの、ビートクルセイダーズ、あの自分の顔ねちょっとあの、うん、ドットの荒い感じにしてねかぶるやつで、ね、みんなでやってますけども、うんはい、ねえ いやいいじゃないですか、ね、みんなでもうジョイしちゃってますよ。いや楽しんじゃってますね。楽しい ねいいねいいですね。ハッピーハロウィン皆さんどんなハロウィンをお過ごしでしょうか。そうですね。ねでまあまあどんなことをやりましょうかって言うと、うんはい、ちょうどねこの時間、うんまあ、ちょうどあのチャラいね、うん、あのクソみたいなハロウィンパーティーが盛り上がってるんじゃないかと。もうドピークですよ、うん、夜を迎えて。あこの時間そうか。もういろんなところでね、うん、パーティーだと思いますけども、うん、あのリスナーのみんな、うん、そのハロウィンパーティーちょっと行ってこいよとあれちょっとバカにしてますね。いやいやしてないしてないですか。してないよ。ただ、うん、ただ、うん、うちのそのリスナーたちが、うん、どんな仮装で行こうとしてるのかをちょっと送ってほしいんですよ、うん、ああなるほど。でやっぱりあのサイコどものセンスだとねちょっと恥かく可能性が大きいんですよやっぱり、うん、でやっぱりうちのリスナーが恥かくのって、うん、やっぱりリスナーが笑われるんじゃなくて俺らが笑われるんですよ、うん、だそれをちょっと防止するべく、うんまあ、初めてのね、うん、リスナーのみんなのハロウィンパーティーでその恥ずかしい思いさせたくない、はい、ということで、うん、リスナーのお前らがやろうとしてる仮装メールを、うん、まずこちらに送ってもらって、うん、その仮装パーティーに行ってもいいかどうか、うん、それぐらいのレベルに達してるかどうかというのをこちらで判断して、ねうん、その行ってみるかふさわしいかどうかをジャッジしたいと。あ僕らがジャッジするわけですね。そうです。なるほど。で、メールの書き方なんですが、うん、トリックオアトリート○○の仮装をしようとしているよということでねお願いしたいと思います。はい皆さん送ってください。メールアドレスはすべて小文字で ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com アルコ&ピースの頭文字を取って AP となっております。はい、このアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロはスマートフォン向け放送局の TV でも有楽町日本放送のスタジオ映像とともに同時生放送で届けしております。の TV ではこのオールナイトニッポンゼロの再放送も行っております。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロは来週火曜日の5日午後2時からスマホで見るオールナイトニッポン、詳しくはの TV の公式ホームページをご覧ください。ではここで一曲いきましょう。マンウィズアミッションでトリックオアトリート。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、今日のメールテーマはどんな仮装でハロウィンパーティーに行こうとしてる。みんなどんな仮装をしてるのか教えてね。メールアドレスは ap@allnightnippon.com トリックアトリーアルコ&ピースの坂井健太です。平子ゆうきです。はい、今日はハロウィンスペシャル、うん、リスナーからハロウィンパーティーに今からどんな仮装で行こうとしてるのかを送ってもらっています。行、うんはい、っていい仮装ならゴーサインを出します、うん、ダメな場合は自宅待機、はい、恥かくからということで、ね、はい。どんずべった仮装は本当にしてほしくない。本当ですね、それだけは怖いわ。もうはい、それでは紹介していきましょう。いやちょっと待ってください、こんなメールが来てます。北海道の春マット、うん、平子さん俺間違ってました、うん、ハロウィンパーティーなんてやってる奴ら全員知能指数の低いヤリマンとヤリチンのヤリチンどものゴミクズ集団だと思っていました。合言葉はジョイ。今日はハロウィンを楽しみたいと思います。今から六本木にポコチンを100個つけてはしゃぎに行きます。ポコチンを100個つけてん、六本木にポコチンを100個つける。どういうことだこれ。日本語の難しさだよな。自分にポコチンを100個つけて六本木に行くのか、うんうん、六本木にポコチンを100個つけてはしゃぐのか、うん、全然違うからな。難しいな。全然違うし、司法の判断も全然違うもんな。これは、ごめんなさい、ちょっと動いちゃうんで。ちょっと、そうですね。国の機関が動くのはちょっとダメですね。うん、これはダメです。これはちょっと、アウトですね。はい、自宅待機ですね、はい、これは。続きまして、東京都世田谷区ラジオネーム豆山瓶。トリックはトリート、はい、コンタックンの仮装をしようとしているよ。コンタックンね。2枚目でちょっといいの出ちゃったな。うん、ちょっと、
いないかもしんない。うん、今まで。街中で見ても、おってなるけど、うん、ただ、ただ一つ、うん、ただ丸く楕円形のね、うん、形をかたどったものをね、うん、身にまとうだけなんじゃない、うん、で、中のカプセル動かないとダメだから。シャカシャカシャカってならないとダメだもんね。うん、そっか、そこは無理だな。そこまでいけるかって話ですよね。それはちょっと厳しいかもしれない。まあちょっと保留ですね、これはね。さあ、続きまして。ラジオネーム、たけみ。トリックはトリート、長渕剛のションベンの仮装をしているよ。どういう、しているの、もうどうしてんだよ。ションベンの仮装。何ションベンの仮装って。ギリ、ほら、なんかね、水、黄色い水たまりとか、うん、流れ出てるこう流線形の様、うん、とか、樹脂とかで、うん、黄色い色を入れた樹脂とかでできたとしても、それが長渕剛のだとどう思わせるか、ね。そうだね。すげえな、結構手間かかってんな、それだったら。うん、どうすか、それは。あ、悪かないんだけどな。でもまあ一回、うん、長渕剛のションベンの仮装をして、うん、自宅待機。かわいそうだな。続きまして、ラジオネーム、まさにパルル。うん、トリックはトリート、 Google の仮装をしているよ。Google の仮装Google の仮想って何？あれか、よく Google のトップページの Google の文字がなんかね、うん、いろんな。赤とか黄色とか青とか。あそこなんか絵で、いろいろ変わったりするけど、まあ Google ってあの文字をこう横に、漢字でなんか発泡スチロールかなんかでやってんのかな。で、Google のあの O のとこに顔が来るみたいな、そういう感じの滑り方。あ、滑ってますよね、確かに。うん、ね、Google は、ちょっと危ないですね。今のとこ一番滑るな、これは。これ、うん。これはちょっと破壊の上自宅待機。発泡スチロールだからすぐ割れるだろう。パキッってね。意外と G のとこで割れるみたいな。意外とね。真ん中から割れないね。L じゃなくてね。G と、頭の G と O のところ、G から O に急に小文字になるから、うん、そこが意外と弱いと、ね。弱そうだけどね。うん。そこから割れるわ。葛飾区ラジオネーム、関口優斗。トリックはトリート、はい、二人組作ってって言われて、うん、二人組作れない人の仮装をしているよ。見してくれよ。見てよ、俺、それ。どういう。でも、あれなのかな。もう、木みてえな素材で。目と口だけの穴が丸く開いてるだけの。でも小学校の制服の感じの。シュールだな。すごいな、それだったな。これは哀れだな。これすごいですね。ああ、これはまんま、そういう意味の自宅待機。はい。あ、こんな情報が入ってますよ。東京都東久留米のラジオネーム、いよりフリーダム。おしゃれラジオリスナーの僕からの情報ですが、うん、26日土曜日に新木場スタジオコーストで行われているクラブイベント、うん、アゲハで仮装大会がありました、うん、確か優勝賞金100万円だったと思います。マジ？すげえな。いや、これはね、うん、我々アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、うん、アゲハとバチバチでやっていきますよ。負けてられませんよ、これは。アゲハって有名なとこじゃなかったでした、多分。アゲハは有名なとこだよ。クラブアゲハ。クラブアゲハ、確か聞いたことある。もう、かおりさんの常連のアゲハ。ビップの。ビップのやつ。ビップルームの。さあ来てます。アゲハに負けないようにね。皆さんもどんどん仮装来てますけど、うん、川崎市ラジオネーム国助。トリックはトリート、秋猪瀬の仮装しているよ。喋りを足しても分かってもらえないよ。仮装って言うのそれ。自宅待機ですね。木之瀬さん。スポルトのね、メジャーリーグの人ね。あの人が、誰かが、あの人の仮装をしている可能性も、視野に入れないとね。さあ、続きまして、山形県ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたい。トリックはトリート、ドラマ、ショムニで一番目立たなかったやつの格好をしようとしているよ。誰だろう。秘書側の端っこの人とか。本当に脇の人かな。ショムニカは誰でもね、ピックアップされちゃうから。まあね、そうだよね。秘書の端の歩いてる人。
ラジオネームたけみ、トリックはトリーと、僕はさだまさしの生え際の仮装をしているよ。どういうことだよ。見せろってだから。見たいよ、もう。生え際の仮装ってなんだよ。さだまさしの仮装ではないんだな。生え際。全身が生え際ってことだよな。ですよね、そういうことですよね。気持ち悪い。滑る滑んねえじゃねえの。これはちょっとアゲハに勝てないわ。やっぱそうですね。見て見て、あいつ、さだまさしの生え際の仮装で来てる。分かってるんだ。すげえな。分からせてんのすげえな。ビップ入れんのやめようよってなる。続きまして、ラジオネーム色。トリックはトリーと。帽子をおしゃれに被って、ゴルファーの片山慎吾の仮装をしようとしているよ。仮装って言うかな片山慎吾さんね。なんかこう。ゴルファー。ゴルファー。だよな。うん。テンガロンハットのね。ああ、でもテンガロンがあるから、まあわかんのか。うん。わかんねえか。わかんねえと思う。わかんねえか。片山慎吾ってなんないな。ラジオネーム、大井ルシウス。トリックはトリート。今年は池袋ウエストゲートパークに出てくる高校時代にドーベルマンを殴り倒したやつの仮装をしているよ。病じゃないんだ。病を殴り倒したやつ？どれだ？これわかんねえ。これ見てねえもん。あ、マジっすか？うん。坂口健二が多分。ああ、ドーベルマンか。はい、あの鼻にピアスやっててね。はい、殴り倒したやついんのあれ。あれじゃない？だから、久保塚くんかもしれない。もしかして。ああ、キングだ。キング。よーせーせーへーへーへーいやーラララララーこんなだったっけ絶対やんだ違ったっけまあまあまあぬるっとした感じのねああちょっと自宅待機ですねどうしようかなー今のところ、うん、まあコンタックンの仮装かもしくは長渕剛のションベンかなそれ入り込んできたか長渕剛のしょんべん。アゲハへの対抗として考えると、やっぱ長渕剛は一個欲しいところだな。これ、泣きっ面にしょんべんの仮装でも、あ、そしたら長渕剛だってなるからね。どういう表現してんだろう、長渕剛っていうところを。ね、まあちょっとまだ引き続きね、はい、皆さん仮装をどんどん送ってください。はい、お願いします。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。リアルなトンボとかでも。アニメっぽくないですね。本当のリアルな気持ち悪いやつ。酒井、今日の夕飯は何食べた？ケーキ。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。メールが届いております、はい、東京都ラジオネームジョッキー山本、うん、さっき新宿で秋猪瀬の仮装をしている人見ました。そう、同じラジオを聞いてるなんて奇跡、超似てました。スポルトのメジャーリーグの人これさっきのあれか、ラジオネーム国助が送ってくれた、うん、秋猪瀬の仮装をしているよ、喋りを足しても分かってもらえないよって、これか。でも国助これダメだ、俺自宅待機って言ったじゃん。ダメだ、新宿に出たら。国助なのかな。結構サラリーマンみたいな人見えなくもないからな、秋の。川崎帰れよ、国助。ダメだよ。ダメか、そうか。なんで分かったんだろうな。本当だよ。なんで分かったの？超寄せたんだろうな。喋りを。あ、秋猪瀬だ。見て、秋猪瀬の仮装してる。面白いな。アキーノセあんまいじんなよ。結構初じゃない、アキーノセさんいじんの。言ってっけどさ、俺ずっと言ってっけど、読んでるけど、俺誰だか分かってねえからな。絵面で見ると、ちょっと面白いです。うん、ああ、そう。ちょっと面白いおじさんみたいな。ちょっと後で見ておこうかな。あ、見てください、ぜひ。アキーノセ、はい。東京有楽町、日本放送キーステーションに全国ネットで放送中。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です、はい。今日はハロウィンパーティーに今からどんな仮装で行こうとしているのかを送ってもらっています。はい、メール来てますね。埼玉県ラジオネームソバット、
ちょっとすいません、うん、さっきから話に出ている、うん、新宿にいた秋猪瀬ってひょっとして僕のことじゃないかな。え、自慢じゃないですけど僕は4年連続秋猪瀬の仮装で職場の同僚から絶賛されています。え、さっきのやつはまた違う。秋猪瀬が何人かしてんだな新宿で定番みたいな、ハロウィンの定番で秋猪瀬初めて聞いたけど、そうなんですかね。かぶってんだな。新宿の仮装で秋猪瀬の。あ、はい、ヒロさん、今、うん、手元に写真が。うん。どうぞ、ちょっと。秋猪瀬ちょっと見して。わかんねえだろ、これ。この人の仮装ってなんだよ。もういいよ、騙されたわ。いや、特徴あるけどさ。まあね、特徴あんのにねえわ。初めて見た、このタイプの人。はい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、この時間で一部の地域の方とはお別れです。1時間お付き合いいただきありがとうございました。聞ける方は引き続きよろしくお願いします。はい、ここまでのお相手はアルコ&ピースの坂井健太とジグザギズギーでした。日本初のスマートフォン向け放送局 NOTTV、 スタジオのライブ映像とともに同時生放送中。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、時刻は4時になりました。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。今日はハロウィンパーティーに今からどんな仮装で行こうとしているのかを送ってもらっています。パーティーにふさわしい仮装をしているリスナーにはゴーサインを出しています。今のところゴーサイン出してるのはまあコンタックンのションベンとかが、ね、これ違う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 、こっちは、ま、っちっコンタックンとかね、うん、あと長渕剛のションベンコンタックンのションベンでどんな仮装だそういうのねちょっとメール来てますよ。ラジオネーム、うん、アマシット、うん。メジャーの解説は、昼間さんより、秋猪瀬さん派です。知らねえし。昼間さん。知らねえ、あのさ、いや、うん、ちょっとさ、うん、まだ、神話とかをね、ガーってなんだ、まだ、ギリよしとする、しようよ。うんうん、ね、うん。絵が浮かぶから、誰もが。まあね、わかるからね。ああ、この時間帯で、秋猪瀬さんを押すラジオのさ、危険性っていうか、いや、俺が危惧してんのはね、うん、やっぱり、ずっと聞いてくれてるリスナーももちろんいるだろうけど、うん、新規で聞いてくれる人もいると思うの。うん、例えばね、受験勉強やってる、女子 JK とかが、うん、ちょっとラジオでもふわっと聞いてみよう、うん、楽しかったら聞き続けようって俺ら今聞いてくれたとするよ。うん、秋猪瀬をこんだけ押して、聞き続けるかね日本放送？日本放送よく出てるみたいですね。いや、じゃあ、秋猪瀬さんを襲うってなんないよ。ほんと、この番組だけだろうな、多分。いや、ちょっとほんと、新規の入りやすいさ、ね、雰囲気作りっていうかね、うん。あ、なんか新しいリスナー用ですか？ラジオネーム、LA 出身。うん、トリックはトリート、うん、メジャーリーグ解説者、昼間さんのコスプレをしているよ。さっき、秋猪瀬とすれ違ったよ。もう、また新しい解説者出てきた。俺わかんねえからさ。ちょっと僕も昼間さんがちょっと存じ上げないな。わかんないな。あれだろ、スーツ着た中年だろ、言ったらわかんねえけど。そうでしょうね、多分ね。コスプレだっつってんのにさ。なんでメジャーリーグ解説者、いじってんだよ、みんな。ハロウィンの仮装だっつってんのによ。北海道ラジオネームバスケットカウント。トリックはトリート、うん、秋猪瀬には負けたくないから、二宮聖純のコスプレをしようとしているよ。もう、わかんない。誰？二宮聖純って、スポーツライターの人ですよね。
なんだっけ、ここが変だよかなんかで、テリーさんとめっちゃ喧嘩してたんだけど。誰が分かんだよ。コスプレをしようとしているよって、今、部屋の目の前に何が並んでんだよ。すごいな。やめてよ。もう、こんなんだったら神話系オッケーにしとけよかったよ。こんなずれ方想像してなかった。やめて、解説者のコスプレ系やめてよ。おぉ。まあ、まあ今のところはね。うん。いや、まあじゃあコンタックンのションベンにしときますか。コンタックンのションベン。まあちょっと解説者系も今ちょっと強いですけどもね。はいはい、まあ引き続きメールの方お待ちしています。はい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい、今日はハロウィンスペシャル。リスナーからハロウィンパーティーに今からどんな仮装で行こうとしているのかを送ってもらっています。はい、はい、行っていい場合、行っていい仮装ならゴーサインを出します。ダメな場合は自宅待機。今のところゴーサイン出てるのは、コンタックンのションベンですね。ですね。まあまあ今のところですけどもね。ね、はい、さあ、それでは紹介していきましょう。あ、うん、いや、これ違いますね。メールが来てます。ラジオネーム、右佐賀。確認なんですが、秋猪瀬っていうグループでメンバーが複数いるわけじゃないですよね。情報が錯綜しています。うん、秋猪瀬を整理してください。これあれか、秋猪瀬を AKI 猪瀬って呼んでるのか。その勘違いあんの？その勘違いあるかな？猪瀬っていう地名のご当地アイドルだと思われてる可能性あるよな。そっちに地名来ちゃうんだ。あいや、俺も混乱してんだよ、秋猪瀬に関してはさ。はいはい、また新しいさ、はいはいはい、あれ出て、解説者とか出てくるしさ。はい、ちょっとあの手元に、うん、昼間さんと二宮清純の画像が。画像一応ちょっと見てみて。まあまあ、まあ、これ昼間さん、はい、この人の仮装どうなりゃいいんだよ。で、こっちが二宮清純。まあ、もしかしたら見たことあるかもしれない。あー、こっちは、こっちの人はわかる、うん。よくテレビ出てるね。うん、いや、でもだよ。じゃあ、この人の仮装って言って。わかんないよ。二宮さんもこれも石井館長と区別つかないよ。コスプレ、ね、仮装のメール来てます。うん、ラジオネーム、AB 型のふみひろ GTR。トリックはトリート。僕はアメリカのテレビ、フォックステレビのメジャーリーグ解説者、マコ・アンダーソンのコスプレをしているよ。本場の人来ちゃったよ、とうとう。フォックスのこれはもう本当に誰だよ、だよ。もうでもまあでも、アメリカから来てる人とかから見ると、うん、あってなんのかな。いや、どうだろうな。まさか、ジャポンにはマコのコスプレしてる人いたよって。嘘だろっつって。もうついに、なんか、謎のメールが来てるらしい。謎のメール？横浜市ラジオネーム自称マニア。じゃあ、上原になるよ。まあ、解説者よりは、まあ、その、わかりやすいっていうか、その、うん、まあね。ユニフォームとかね、後ろにも上原って、ね、書いちゃってあるから、まあ、ただ、ね、まあ、滑るよ。ですね。うん。何の工夫もないスポーツ選手の、ただの、それはユニフォーム着て、球場に応援して、来に行く人だから、仮装とかじゃなくてですね。うわ、コスプレにこれやったら、上原になったら滑るな。あ、ちょっと見るのしんどいですね。あ、顔似てるやつとか、サラリーマンの若手で、宴会でやらされそう。うわ、きついな、それ。うわ、きつい。きつ。さあ、続きまして、東京都ラジオネーム、ムッシュボンダール。おい、平子、今日発売の iPad を買うために、渋谷のアップルストアに並んでるんだけどよ。うん、マジでイケてる男女が仮装しまくってんじゃねえか。お前らが壮大にボケてるだけかと思って動揺しちまったじゃねえか。うん、リスナーのみんな、仮装もうひとひねり頑張ろうぜ。仮
仮装もうひとひねり頑張ってくださいと。渋谷の。渋谷の、あ、今並んでんだ。そうなの？別にお前に言われる筋合いねえからさ。もうひとひねりじゃないよ。黙って並んどけよ。買うんだろ？知らないよ。このお前ら。次のし、ラジオネーム。でかしたぐっさん。トリックはトリート、うん。ライブハウスの後ろの方で壁にもたれて見ている業界の人の仮装をしているよ。これはギリわかるかもな。後ろに壁ね、背中にさ、背負ってもらって、ちょっとあの、中黒い V 系とかタートルネックの上にスーツ着て、足と指だけでリズム刻んでたら、ライブハウスの業界の後ろの方で見てる人のコスプレかなってちょっと思うわ。音楽関係の完全に。で、それを見たベースが最初に見つけて意識する。これ街で歩いてどう表現するんだよ、でも。いや、普通の人じゃん。でっけえ壁しょうゆんだよ。で、指ずーっと、ちょんちょんちょん。ラジオネーム、写生鉄道69。トリックはトリート。僕は今、チューブのシーズンインザサンの、ストップザの部分の仮装をしているよ。その仮装ってなんだよ。そこの仮装どうやんだよ。スタップザって。どうすんだろうこれ。概念でもないしな。うん、音だもんな。表現難しいな、それ。ストップザ！あ、思ったより気持ちいい。どう表現してんだろう。音階かな。音階を何で表現するの？いや、もう、でっかい段ボールに音階書いて、でっ、でっのところで、あ、ストップザだ！わかるやついいんだ。わかるやついるかな。そう、ちょっとこれ、まずいな。これ言っていいやつをね、うん、選びましょうっていう企画なんですけど、ちょっとね、うん、いけそうな人が、うん、まあまあ、今ね、言ったら、でかしたぐっさんのライブハウスの後ろで壁にもたれてる業界の人の仮装、もしくは、うん、まあ、コンタックのションベン、これはもうでもコラボになっちゃうからな。そうね。うん。あとは、まあ、この、誰か一人ぐらいさ、やっぱり、そのパーティーに送り込みたいんだよ。その、本物のハロウィンパーティーに、ガチで送り込みたいんで、まあ、こう、妥協して選ばなきゃなっていうのは。ああ、なるほどね。うん。どうします？どうしようかな。まあ、さん？ぐっさん？でかしたぐっさん？ライブハウス。ライブハウスの業界の人の仮装？じゃあ、もしくは、こいつでもいいんだよな。今、iPad 買うために渋谷の Apple Store に並んでるムッシュダン、ボンダール？そいつ？そいつにもう。仮装してないでしょ、でも。うん、でも今並んでるけど、うん、パーティーに行かすっていう。せっかく並んでんのに？リスナーのみんなは仮装もうひとひねりって言ってるから。じゃあおめえ行ってみろよっていう。こいつにしようか。じゃあそいつにしましょうか。ラジオネーム、ムッシュ、ボンダール。うん。いや、iPad 買うために並んでるあれじゃないよ、今。あの、ハロウィンパーティー。うん。行ってきてください、ムッシュ、ボンダール。ムッシュ、ボンダール。うん。でさ、これさ、ムッシュ、ボンダール、聞いて。あの、15分から20分後ぐらいに、うん、お前に電話するわ。携帯番号これ記載されてるんで、電話します。で、この、まあ、ハロウィンパーティーの会場がどんな様子なのかを、ちょっとあの、レポートしてください。でもただ一つ難しいのは、これ、ムッシュ・ボンダールの場合、今、渋谷のアップルストアの前がどうなってるかのレポートになる可能性も、これありますけどね。ただ、これパーティーが盛り上がりすぎて、電話どころじゃないっていう場合は、まあね、まあそれは電話に出れなくてもしょうがないっていう。ああ。うん、そういうケースもあるからね。これガチだから。今本当に言ってるだけだから。電話しますって。まあ出れない可能性もね。なるほどね。これムッシュボンダール。ただ、できればやっぱ出てほしいですよ、せっかくなんで。まあね。うん。で、そのハロウィンパーティーないしは、渋谷のアップルストア前がどんな風になってるかっていうのね。今ちょっと聞きたいんですけどもね。でも、今からさ、そこでさ、なんか段ボールの上とかに座ってんだろ、みんな。
その段ボールとかで仮装してさ、パーティー行ってくれよ。ごめんなさい。後ろの人にごめんなさい。ちょっと外しますって言って、渋谷のパーティー行ってくれよ、どっかハロウィンの。じゃあ電話で。うん。その、ハロウィンパーティーが今どうなってるとかっていうのをね、このラジオネームムッシュボンダルに、レポートしてもらいたいと思います。うん、これどっちなんだ、正解。よくわかんねえな。出る方が。出る方が正解なのか。いやね、これハロウィンパーティー行けずにね、うんうん、これ行ってないはなしね。ああ、そうですね。完全に行ってもらうから。はい。で、レポートしてもらうから、ハロウィンパーティーどんな風になってるか、どんな盛り上がり方してるかっていう、ね。大変なことになりましたね、これ。いや、これ自宅待機ね。うん。なってしまったみんな、これ楽しみだね。そうですね。とりあえずそのレポートどんな風にみんな楽しんでるかっていうのをね、うん、レポートを、ラジオネームムッシュボンダールにお任せしましょう。はい、いや、電話かけますんで。出てほしいな。いや、出てほしいですね。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、メールが来てます。愛媛県のラジオネームネズミ後輩、はい、ムッシュさん、カップルで秋猪瀬の仮装してるやつはいますか。これね、ムッシュボンダールに対しての質問メールですね、うん、なるほどね、うん、ムッシュボンダール聞いてるかな、うん、カップルで秋猪瀬の仮装してるやつがそのパーティー会場いますかっていうのね、あ質問来てるんで、そうですね。先ね、うん、後ほど電話しますんで、そちらの方も答えていただければと思いますんで。はい、うん、まあでも、このね、ここのラジオでリスナーだけでも結構いたからね。そうですね。結構ベタな仮装なのかね、ハロウィンで考えると。そうですね、もしかしたら。ねえ。あ、聞いたぜ。必ず。電話出るかな。いや出るだろう。出てくれるかな。出てくれるよ。まあ、出るってことはまあパーティー行ってるってことだから。出てくださいね。ね、期待しようよみんな。これね、うん、自宅待機のみんなもね、うん、どんな様子かって知りたいから、うん、ハロウィンパーティーが。すっげえ緊張してんだな。ね。いやこれ緊張もないよ、だって周りの情報をレポートしてもらうだけだから。そうですね。うん。何のね、別になんか作り込む必要ないし。そうですね。見たまんまのことを感想を聞きたいだけですから。はい、待ってますよ。はい。坂井、お前にとってボーダーって何だ？海！悪くないな！アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの坂井健太です。平子ゆきです、はい。今日はハロウィンスペシャルということで、うん、ハロウィンパーティーにこれから参加しようとしているリスナーから、どんな仮装で行こうとしているのかを送ってもらって、ハロウィンにふさわしいかどうかを我々がジャッジしてきました。はい。が、今回ですね、うん、ラジオネームムッシュボンダール。はい。はい、こちらの方にね、うん、ちょっとハロウィンパーティーの方、もう潜入してますよね。まあちょっと時間ありましたからね。ねえ、もうすでに行ってると思うんですが、はい、まあこちらのムッシュボンダールメールもらった時点ではまだ何の仮装をしてるのかっていうのは書いてなかったんで、はい、まあどんなパーティーなのか、そして自分はどんな仮装をしたのかっていうのをね、直接電話で生の声でちょっと聞いちゃいたいと思います。そうですね。はい、こんな中期待のメールも寄せられてますね。ラジオネーム田所善意。ムッシュボンダールさん、こんばんは。ひとひねりしたリポート楽しみにしていますと。ああ、いいですね。やべえな、ムッシュ。ね、周りのみんなにね、仮装もうひとひねり頑張ろうぜと。うん、メッセージ、うん、ね、ボンダールから送ってましたから、おそらくご自分の仮装もひとひねりした仮装でもって、うん、やべえな。リポートの方もね。詰められてんな、ぐいぐい、ムッシュ。さあ、続きまして、北海道イエローサブマリン。ムッシュさん、ハロウィンパーティー頑張ってください。ムッシュさんは僕ら自宅待機組の希望の光です。あ、素晴らしいですね。期待値上がってますね。ねえ、いや、それ僕ら代表ですからね。まあ、ね、ラジオネーム、茶川龍之介。俺、今日いつも読まれてなくて悔しい思いしたけど、採用されただけでこんなにリスナーが追い詰められるなんて怖いわ。ムッシュさん、電話出なくていい。あなたはメールを送っただけ、何も悪くない。早く逃げて！なんで？いや、だからさ、別にハードル上げるとかそういうのじゃなくて、うん、今見えてる周りのものを、ハロウィンパーティーがどんな盛り上がりをしてるのか、うん、で自分がした仮装のね、うん、話をしてもらうだけだから、
特に難しいことない。単純に見てるものをね、うん、感じたこととか、レポートしてもらえね、全然全然。うん、そんな、もうね、うん、本当に見たまま、うん、感じたままを伝えてほしい。まあね、リスナーのみんな仮装ももう一年に頑張ろうぜなんてね、うん、まあちょっと偉そうなね。ちょっとね、上からの感じで、ね。まあさも、面白おかしい仮装でもってね、楽しいパーティーになってるでしょうからね。うん、まあそろそろもうね、すでに会場の方はパーティーは始まってると思うんで、はい、まあ電話してみましょうか。マジでしますか、うん、はい。ムッシュボンダール。ちょっとかけてみましょう。どんなパーティーになっているのかな、仮装も楽しみですね。ボンダールの仮装が。さあ。自宅待機組の希望の星になってほしいですよね、うん、本当に。あ、繋がった。もしもし。どうも。あ、どうも、こんばんは。うん。ムシュボンダール。あ、はい、そうです。どうも。どうもどうも。あ、出てくれ、出てくれて。今、あの、パーティーの真っ最中だと思うけど、はい、盛り上がってる？いや、いや、ボンダール。ムシュ、違うかもしれないです。ひとひねり。うん。違う、ムシュ、うん。なん、あぶねえ。放送事故になるとこだった。あぶねえ。これも、危なかったな。一緒！ハロウィンスペシャルでした！ハッピー！アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、あっという間ですが、そろそろお別れのお時間です。はい、はい、あ、メールが来てますね、うん、感想メールでしょうか。長野県のラジオネーム、大井ヘンリー。電話つなぎ、今日で禁止な。いやいや、リポートしてもらったのはいいじゃん。まあね。ね、その場の空気とか、うん、あの、道路の感じとか、すごいよく伝わってきた。出る勇気もね。その、夜の道路の感じ。ラジオ越しでも皆さんに ね、伝わったと思いますけども。大阪府のラジオネームザップ。なんだよ、あいつ。全然使えないポンコツじゃねえかよ。いや、そんなことないよ。何言ってるパーティーのそのね、今どんな感じかっていうのを伝えてもらう。クラブミュージックでガンガンみんな盛り上がってるよっていう話を。まあね、我々はじゃあ時間の関係上ガチャ切りさせてもらいましたけども。あ、時間の関係上だったんですね。そこはね、全然足りないですから。うん、ラジオネーム、改まった金玉。ムシュボンダールの言ってた人ひねりって逆にカボチャってことなの？すげえ勇気。いやいや。ダンボールでカボチャでそんなノーマルなカボチャのはずがないですよ。俺多分ね、うん、あの、大きさ聞かなかった俺らが悪い。多分ね、8メートルぐらいある。カボチャだと思う。身にまとって。すげえよ。まあ、でも、うん、あの、ひとりさん、ぶっちゃけ、うん、どうでした？もし。いや、快挙、快挙。超盛り上がってる。ハッピーハロウィン、ジョイ。まさにテーマはジョイだよ。ムッシュも、じゃあ。ムッシュも。ウィズ・ジョイ。ウィズ・ジョイでした。ああ、そうか、滑ってないでしょ。いや、滑ってないよ、完全に滑ってないよ。なんでカボチャあんな曲げないの。いや、違うの言えっつってんのに。いやいや、それ別にチャンスとして3回渡したわけじゃないから、うん、だから本当にカボチャの8メートルのカボチャの仮装してたんだ、ダンボールで。この感じでなら出んなや。怪物かお前。エドモンド、ホンダの格好してさ。忘れてた。ダメ出ししてさ。あ、感想メール、ラジオネーム、ネズミ後輩。結局ハロウィンって、無茶ぶりして楽しむだけのクソみたいなイベントだって改めて実感したよ。そう。本来のハロウィンってのは、無茶ぶりをするイベントなんですよ。クソイベント。クソイベ。
無茶ぶりクソイベ。それがハロウィン。東京都ラジオネームツナ缶の家。リスナーの中で秋井上が分からないと嘆いている皆さんに残念なお知らせです。今日でワールドシリーズが終わったので CS 契約でもしない限り次に秋井の瀬を見る機会は来年の今頃になります。いやスポルト出るでしょ、大丈夫だよ、だいぶ先だな。はい、いいハロウィンナイトだった、はい。我々この後ポッドキャストもやってるので、はい、興味がある方はぜひ詳しくは番組のホームページをチェックしてみてください、はい。ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太としずるの池田でした。